ラボカニアは、おそらくティラノサウルス浄化である、重脚類の恐竜の属。約7300万年前の白亜紀後期カンパニアンの時代に生息し、メキシコ北部のバハカリフォルニア州から産出した。1970年の夏、ナショナルジオグラフィック協会とロサンゼルス自然史博物館が古生物の合同発掘調査隊を結成し、地質学者ウィリアム・ J ・モリスが、 先導者となって、バハカリフォルニア州のアロージョデルロザリオへ向かった。死屈の間に、有志のハーレー・ジェームズ・ガルバニが、セロ・ライアドに近いプンタ・バハの北側で、獣脚類の骨格を発見した。ガルバニはこの地で1970年から1971年にかけて、発掘を行った。模式種、ラボカニア・アノマラは、ラルフ・モルナーが1974年に記載、命名した。 俗名は赤い三角孔と名付けられたラボコナロハ層にちなみ、主相名はラテン語で変則のという意で独特の体育を反映している。ホロタイプ標本ラックム2877はラボコナロハ層で発見され、この層は約7300万年前の白亜紀後期カンパニアンにあたる。ホロタイプ標本には左上革骨の破片、歯骨の断片、 右方形骨、左前頭骨、単一の地道弓、座骨の上の部分、右恥骨の軸中央、右台に、中足骨の大部分、単一の子骨、複数本の外れた歯が含まれる。これらの要素は繋がっておらず、2平方メートルにわたって飛散しており、そして強く風化している。骨は、ハドロサウルス上化のアバラ骨と混ざっていた。正確な体育を想定するのは難しいが、 ラボカニアはおそらく中型の肉食動物であり、6メートル程度であったと推定されている。グレゴリー・ポールは2010年にラボカニアを全長7メートル体重1.5トンと推定した。頭骨の要素は非常に丈夫で、特に前頭骨が厚く発達している。上顎骨の葉は軽く暗極し、平たい形状をしている。前上顎骨の葉の断面は D 字型を成していない。 ラボカニアは断片的な化石に基づくため、系統関係は定かでない。モルナーは座骨の低い三角形の閉鎖筋突起と上端の円形の横方向の溝といったラボカニアとティラノサウルス化の確かな類似点を提示したが、彼はラボカニアをどのトガにも割り当てず、具体的位置が不明の獣脚類とした。モルナーは特にラボカニアをインドサウルスやキランタイサウルス、 マオルト演出と比較した。トーマス・アール・ホールツジュニアは2004年のティラノサウルス浄化の再評価において、ラボカニアがティラノサウルス浄化である可能性を指摘した。しかし同時にティラノサウルス浄化との類似点は一般的にコエルロサウルス類とも共通しており、さらにヒティラノサウルス浄化のコエルロサウルス類の共有派生形質も存在しているばかりか、 厚い前頭骨や傾いた、方頸骨といった、アベリサウルス化の特徴も示していると指摘している。一方で、L 字型の地道弓や、第二、中足骨の扁平な外側は、ラボカニアが、テタヌラ類に位置づけられることを示唆している。ありがとうございます。